それでは定刻となりましたので、これより第34回山口製紙学術振興基金公開講演会を始めさせていただきます。司会進行は私、神戸大学国際文化学研究科今野が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。なお、申し訳ありませんが、講演中は、携帯電話、スマートフォンの電源、オフにするか、マナーモードに設定くださいますようお願いいたします。それではまず最初に、開会の辞を、寺内直子実行委員長よりお願いいたします。皆様こんにちは。山口製紙記念基金実行委員長の寺内と申します。本日はまだ残暑が残る中お運びいただきまして誠にありがとうございました。毎年お越しいただいているお客様も多いかと思いますが、本当に重ねて御礼を申し上げます。さて、この催し秋の講演会はコロナでしばらく対面の実施ができませんでした。昨年からようやく対面の会をまた復活いたしまして、今年は無事にこのように復活ということで対面で実施をさせていただくことになりました。本年の講師は秋田国際俳句ネットワーク会長の蛭田秀則先生をお招きしご講演をいただくことになりました。蛭田先生は俳人でいらっしゃると同時に長年にわたって俳句の国際化あるいは俳句を通した国際交流にご尽力をされてきました。今回のご講演は五七五の世界日本語の魅力と題しまして、ネットワークの活動の歩みあるいは俳句の国際化というかですね、翻訳などのこういった作業の醍醐味、また俳句を通した異文化理解などについても興味深いお話を伺えるものと楽しみにしております。またご案内ですけれども、この建物の下の階では展示室がございまして、そちらの方では製紙と旅その3と題しまして、今回は淡路島、沖、それから沖縄、佐渡島、小豆島などを製紙先生が旅をされた時のその地で作った俳句の数々を資料を交えてご紹介しておりますので、まだご覧でない方はぜひお寄りいただきますようにご案内申し上げます。それでは簡単ではございますけれども実行委員長からの挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、川端俊則本学理事副学長よりご挨拶いただきます。ただいまご紹介に預かりました研究担当理事の川端でございます。本日は私どもの公開講演会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。神戸大学を代表して、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。本講演会も、今年で、34回を迎えることになりました。神戸大学主催の、多くの文化行事の一つとして、ご支援いただいておりますことを心から感謝申し上げます。またご存知の方も多数おられることではご存じ、思いますが、この講演会は山口製紙学術振興基金主催とありますように、山口製紙先生並びにご婦人の初女様からご寄付をいただきました基金により運営されております。また初女様の弟であられます末永山彦氏が神戸大学のご出身であるというご縁がありとともに神戸大学が日本の俳句研究の拠点の一つとしてふさわしい大学であるとお認めいただいたことにより、山口先生の著作権や遺品を含むご夫妻のご遺産を寄付していただきました。この会場であります神戸大学100年記念会館の建設にもご遺族の一部がご遺産の一部が使われております。また隣にあります和風建築の山口製紙記念館の方もの建築も、同様な基金で、建設されたものでございます。いずれにもですね、2001年の春に竣工いたしました。今年で約22年目
ということになります。神戸大学では先生のご意思を生かしたこの事業を推進しておりますが、本日の講演もその事業の一環でございます。本日は、先ほど、委員長よりご紹介ありましたように、秋田国際俳句ネットワーク会長の蛭田秀則先生をお招きしご講演をいただきます。ご講演は、上に、右に書いてございますように五七五の世界、日本語の魅力ということで、非常に興味の深いお話を伺えるものと存じております。先ほどまたご紹介ありましたが、この六甲ホールの下の1階にですね、展示ホールがございます。10月20日まで展示をしておりますので、またお運びいただければと思います。最後になりますが、私はですね、まあ、6年間ほど三重県に住んでいた関係で、山口先生も昭和16年から昭和28年の間三重県で過ごされておりますということで、まあ、ほとんど知られていない私口が、取材をしてまいりましたので、今日はちょっとその模様をですね、お知らせしたいと思います。画面の方に、切り替えさせていただきます。ですね、これ私、家が、右端に、右下にあります。左下にあります。すいません、三重県名張市というところで、この辺でございますが、まあ赤い色がですね、東海道、今の1号線です、東海道、鈴鹿峠を越えて、まあ琵琶湖に降りるということになっています。それと大和街道というのがございますが、これは、兜越えというふうに書いておりますが、これは徳川家康が、逃げた、まあ、伊賀越えというふうに言われておりますけれども、これは、兜峠ということになります。それで、三重県の津市からですね、右にあります、津からですね、伊賀上野、ここが伊賀上野ですが、伊賀上野を結ぶ街道が伊賀街道ということになります。この、山の、まあ、頂上、まあ、分水嶺はですね、長野峠ということで、津の方には長野川というのが流れます。長野峠から伊賀へ流れる川は、服部川ということで、まあ、服部半蔵から命名されたと思われます。で、この服部川は、木津川に流れ込んで、京都で宇治川、桂川と合流して、まあ、淀川へ流れると、大阪へ流れるということでございます。それと宇陀を越えてですね、奥に行きますと長谷寺からずっと上がってきますと名張を越えて長谷街道というふうになります。字は長谷寺の長谷と、この長谷街道の初瀬と書きます、まあ、こちらが街道の名前はこれです。これは青山峠を越えて、同じく松坂の方に降りるということでございます。今回私はですね、今日ちょっと紹介、初めの挨拶にしては非常に長いんですけども、長野峠の下にですね、元禄2年松尾芭蕉が伊勢神宮参拝を終え、伊賀に帰る途中に峠の茶屋に立ち寄った際に、初しぐれ猿も込みの星毛なりという名句を読んでおります。現在峠からですね、ちょっと降りたところ 500m ほど下ったところに、猿見の塚ということで、まあ、写真に写してあります。これ、私9月2日に調査に行ってまいりました。青い車は私の車でございますが、で、この芭蕉の猿見の塚というのが、まあ、初しぐれ猿も込みの星毛なりということでございますが、そのもう少し下流にですね、ここ猿見の温泉というのがございます。私たまに行くところなんですけれども、まあ、この温泉にですね、猿見の温泉という温泉なんですが、私が浸かる、笹百合の湯というのがここのお風呂なんですけれども、まあ、ここにですね、火があります。1個ここ円満の中に見えますが、この火はアップに しますとですね、まあ、こういう火がございます。それで、これちょっと見やすくアップにしますと、松尾芭蕉の初しぐれ猿も込みの面白なり松尾芭蕉というやつに対して、山口誠司先生がですね、伊賀の高山伊勢から越える芭蕉がそこを越えた時
旅の場所に手を出して小身の欲しがる猿がいた、キラキラ光る初しぐれと静止ということで、こういう日を発見いたしました。まあ、2年前から会員で通ってますので、2年前から分かってたんですけども、今日こういうのも、山口誠一先生の、これこういうのは何て言うんでしょうか、ちょっとよく分かりませんが、まあ、俳句に対する、解説 というのがございましたので、今回、初めの挨拶ということでの中 ですね、これをご紹介させていただいて、また研究者の方は、ここを訪問していただいてですね、背景等を研究していただければと思います。今日は台風も、昨年も台風が迫っておりましたけど、今年は、いい天気でということで、秋の、その文化の秋ということで満喫されて帰られることを記念しております。簡単ではなかったんですが、長くなりましたが挨拶に帰りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。大変興味深いご挨拶どうもありがとうございました。それでは早速講演の方に入らせていただきます。ただその前に、司会より簡単に、今回の講師の、蛭田秀典先生のご紹介をさせていただきたいと思います。先生は1998年、朝日俳句ネットワークに参加されて以来、本格的に俳句に関わってこられました。2009年には結社天の会員となられ、同年に秋田国際俳句川柳短歌ネットワークの事業を創設され、国際コンテストの主催をはじめとした各種の文化交流事業の運営などにご尽力され、2019年からはその活動は秋田国際俳句ネットワークへと引き継がれております。また、先般、放映されました、NHK の番組、戦火の中の俳句の制作にも、ご協力されております。主な著作として、俳句三条、サーマウッティング、俳句、レイク田沢、クミマス、リザレクションオブ、タツコ、タツコの復活、などを発表されておられます。もっと詳しく、ご紹介の方を、させていただきたいところではありますけれども、皆様も講演の方お待ちかと思いますので、これで、切り上げさせていただきます。それでは蛭田先生の方どうぞよろしくお願いいたします。座らせていただいてお話しさせていただきたいと存じます。先ほどご丁重なご紹介をいただきました蛭田秀典と申します。実は昨日秋田から、飛行機で参りまして、大阪伊丹空港に11時頃着きました。午後時間がありましたので、早速芦屋霊園山口誠一先生のお墓参りをさせていただきました。お墓に行きましたところ、左隣に山口発條様のお墓もお二人、並んでおりました。近くの山際に萩の花が咲いておりましたので、花泥棒は罪にならないだろうということで、早速萩の花を折らせていただきまして、誠子先生のお墓と発條様のお墓にお供えしました。さて、山口誠子先生は神戸大学から、昭和63年名誉博士の称号を贈られました。俳聖山口誠子先生の詩根に、そして山口誠子先生に対する敬意と
謝意を表したいと思います。振り返りながら、実はこの5本、山口誠史を知る、その生涯と俳句、神戸大学の米田恵子先生がお書きになられた本をじっくり拝読させていただきまして、誠史先生の94年にわたる生涯を、自らの廃論を立ち上げ、そしてそのもとに約1万句の俳句を創作されております。その誠史先生の生涯を最初本論に先立ってご紹介させていただきます。触れさせていただきます。皆様もご存知のように、俳句創作句集出版についてですが、大泊中学校で俳句をはじめ、京大参考俳句会、ホトトギス、東大俳句会、京大俳句足火、そして主催誌、天狼を創刊され、1993年、平成5年、収刊されました。米田先生のご本を見て、山口先生の原風景、俳句の原風景となるものは、サハリンにおける滞在、少年期を過ごしたことによるようです。友人のサハリンスク、11歳の時、豊原小学校に入りまして、コロサコフ、先ほどの俳句を始められた大泊中学校が宗谷岬のそのサハリンのすぐ近くにあります。この少年期を北のカラフトで過ごされた誠史先生の原風景になっている句を紹介させていただきたいと思います。北国の夏は結構炎天下、暑い夏になりまして、さじなめてわらべ楽しも夏氷という句が句集投稿に出ておりました。少年期は寒いサハリンでどんな様子で小学校時代を過ごされたかといいますと、結構スポーツに興じていたことが分かりました。つまりスキー、スケートです。その句は、片雪に炊く炭、だわら、スキー界、スケートの紐結ぶ間も流行りつつ、これは昭和7年に書かれた俳句ですが、その少年期のことを思い出して書かれたようです。それに、素晴らしいなと思ったのは、アイヌの方々との交流といいますか、アイヌの方々の生活の一端も句にしておられます。教皇や狛江の穴に海が降る、この狛江というのはサハリン、カラフトでないと住んでない魚のようです。狛江というのはアイヌ語だそうです。そして、熊、ヒグマの句も出ておりまして、びっくりしました。
雪の上に玉なき熊や神事住む。それからこのサハリンの地は東に、日の出が東、北方領土の方から登ってくるんでしょうか。そしてウラジオストク、ハバロフスク、ウラジオストク方面、沿海地方に夕日が沈むようです。で、この朝日と夕日を見ながら、聖子少年はどのような心境だったかと言いますと、格好やたったんの日のいる鍋に、格好やたったんの日のいる鍋にという句を読まれております。後からだと思いますが、格好がなく夕方、そしてたったんというのは先ほど言いました、ウラジオストクとか沿海地方の西側ですね。やはり少年聖子先生にとっては何かこう感じるものが多々ありました。そして最後、やはり北国の北方領土、それからサハリンの生活は冬は厳しい。その句は流氷や宗谷の隣荒れ山津に尽きると思いました。さて、次に振り返らせていただきたいのは、1945年から1948年、昭和21年からのお写真です。で、昭和20年というのは私たち日本人にとって非常にいろいろなことを思い、今もって私は3歳でした。昭和20年、いろいろなことを思い起こさせる年でした。先生はたくさん俳句書かれていますが、3句だけ紹介させていただきます。私がはと思った、感じました、感動しました、3句です。炎天の陶器ほや我が心の方、泣きやみてなお天を染む奉仕済み、星落ちしところかや梅雨細やかに。この最後の最初の句も素晴らしいなと思いましたけど、この星落ちしところかや梅雨細やかに、聖先生が散歩されていました。あるところに行ったら、野原の野道のあるところに行ったら、梅雨が他より濃いところだったわけです。そして流れ星がここに落ちたんだろうと聖先生は感じたのでしょう。星落ちしところかや梅雨細やかに、これは星が落ちるだけでなく、何かもっといろいろなことを考えさせられた句でした。炎天の星、失礼しました、炎天の陶器ほや我が心の方、これはこれもこの昭和20年の年に、炎天の穂、炎天の陶器穂を読まれるこの聖子先生の感性、これも素晴らしいなと思いました。おそらく当時は戦艦、戦うための船、そういう船が海上を渡っているわけですが、ここに戦後聖子先生は帆掛け船、今で言うと、ヨットでしょうか、そういう船を見た、ご覧になったようです。炎天の陶器穂や我が心の方、
それから泣きやみてなお天を染む奉仕ゼミというのは後から申し上げますが、芭蕉の句にやがて死ぬ景色は見えず蝉の声という句がありますが、やがて死ぬ景色は見えず蝉の声、しかしながら清先生は同じ蝉でも奉仕ゼミに着目している、こういう感性、やはり敗聖と呼ばれた山口清先生の奥句じゃないかなと思いました。さて昭和21年になります。昭和21年11月、俳句第二芸術論が発表されました。昭和21年はそんな俳句の状況の1年でした。清史先生は完成を見にで必ず見しかえ、寒星寒い星、北斗七星でしょうか、やはりサハリンでの星、寒い北国での星に何か先ほどの清史先生の国は原風景として寒い北国が出てくるという米田先生のお話のようなところかなと思いました。さらに夕焼けて西の十万億とする、これはやはり厳しい句で、西を見ると西方浄土、そこに十万億の人たちも冥土の冥福の冥土ですね、そういう冥福のもとに過ごされている、西の方を見ると夕焼けに十万億のなんかそういう雰囲気が出てるなと思いました。さらに巣作りの藁空中に引いて飛ぶ、これは巣作りの藁、これはツバメとかスズメが巣を作るために藁をこう口にして飛んでる姿のようですけれども、昭和21年どんなことがあっても小鳥とか自然は自分の自然の性の営みを送ってるという感じでした。次は我ありと思う、もず泣きすぐるたび、自分とは一体何だろうか、今自分は何をしているんだろうか、しかしながらはっと気がつくと、あ、自分は我ありと実感できる、それはモズが泣いてすぎるその時であるという句でしょうか。昭和22年、これも原風景サハリンのような感じがします。氷結の上上雪の降り積もる、それから俳句第二芸術論が出て2年目、何かこう清史先生にとっては寂しい思いがしたのでしょうか。波に乗り波に乗り、うの寂しさは秋の暮れ水中もまた暗くなる、冬木切る倒れんとしてなお立つを。さて昭和23年、清史先生は仲間の皆さんと一緒に廃止天狼を創刊されました。これはそこに書いてありますように、当時は紙も配給制だったので協力者である俳人の鈴木無料様の聖典という俳句詩を解題するという形で発行できた。それでね、いやこの創刊
表紙を、天狼の表紙を、マイター先生のこのご本から拝見、拝読したとき、天狼だから大きな犬とか、そういう狼とか、そういうのが出てくるかなと思ったら、表紙に女性の姿が、女性の姿ですよね。もしかしたら、奥様の発情様なのかなと思ったりしました。昨日お墓で発情様とお墓が2つ並んでおりまして、発情様に捧げた、主祭司なのかなと思いました。ところが人間の世は天狼シリウスの天狼の世界とは違って、人間の世は正月、お祝いの日であっても赤ちゃんが生まれます。それが赤ちゃんのおしめ、おむつである産着であるむつき、正月の太陽むつきもてかげる。なかなか厳しい詩です、俳句ですね。それからやはり生きてると、最近はコロナとかインフルエンザ流行ってますけど、風邪は大変なものでした。水枕中を干拓打ち取ると、干拓は火の用心と打ち鳴らして歩く拍子木でしょう。それから海の歌ですね、船漕いで海の寒さの中を行く、これはもうサハリンあたりの原風景でしょうかね。船漕いで海の寒さの中を行く、これは漁師の句だそうです。漁師は寒いところでも海に出かけ生活しなきゃいけないという、これは清志先生の昭和23年の句です。さて、これも米田先生の著書から拝見、拝読してコピーさせていただきましたが、天狼か、いや明るいねと思いました、これは天狼は天狼の星、一等の星の中にて最も光る、最も光る、2番から省略しますが、時間の関係で省略しますが、非常に明るい俳句の新しい道、新興俳句とでも言いましょうか、俳句が新しく歩むべき道を示唆された素晴らしい俳声、山口先生ならではの天狼歌ですが、深貝よし子様という先生が作曲されて歌もあるそうです。その、生涯、94年の生涯の中で、私が、最後に出てますが、生涯句として3句選ばせていただきました。学問の寂しさに耐え罪を継ぐ、虹の輪を持って地上のものを囲む、一輪の花となりたる阿賀花火。これは、皆さんご存知だと思いますので、3句だけ挙げて終了します。さて、本論は五七五の世界、日本語の魅力ということですが、その本論に入る前に、若干私の入り気、ネットワーク設立するまでの歩みについて少し触れさせていただきたいと思います。実は私は、寺に生まれて
生まれたのは昭和17年、10歳の時に仏教に入門しました。これが私の今もそうかな、原風景になっているような気もしますが、そこでこの空でなく死みたいなの10年間実際の時に得度し10年間考えたことは、生じ生きるということはどういうことか、死ぬということはどういうことか、生じ感でした。首相儀というお経を10年間読んで気になっておりまして、生を諦め死を諦むるは仏家一大事の因縁なり、生じの中に仏あれば生じなし、そこで10年間考えて自分なりに考えたことは、人の世は去りゆくものあり、流れるものあり、生まれるものあり、生じの中に仏あれば生じなしという心境でした。昭和37年1月1日に書きました。その頃芭蕉の句も発見しまして、芭蕉の無常観、生じ観というのは、先ほども申し上げました、やがて死ぬ、景色は見えず蝉の声、芭蕉ということでした。さてこのやがて死ぬ、景色は見えず蝉の声というのは、日本だけでなく西洋にも伝わりました。すなわちラフカディオハン小泉八雲という方が1890年日本に来て、6年後に帰化されましたが、小泉八雲はこの芭蕉の句に注目し、西洋ではセミに注目する詩人はいないということでした。そこで、私は西洋文明、西洋文化に関心を持ち、大学、秋田大学に入学していましたけれども、英文学を勉強することにしました。卒業論文として、The Westland, 荒れ地、Despair and Salvation, 絶望と救済という論文を書きました。この The Westland というのは1922年、ちょうど今から101年目です。昨年2022年で満100年ですか。この荒地というのは皆さんもご存知かと思いますが、T.S. エリオットの代表的な調子で、1914年ヨーロッパで大きな戦争が始まり、1918年に終戦。エリオットはヨーロッパの地上の荒廃に絶望、聖杯が失われたことで地上が荒廃したという聖杯伝説のイメージと重ね合わせ、荒れ地というタイトルを設定、さらにエジプトの神話も取り入れ、ヨーロッパが荒廃に陥った原因とそこからの解放の可能性を考えながらこの詩を作った。ヨーロッパの荒廃と復活の可能性をモチーフにしている。でこの詩はエズラ・パウンドという、エリオットの先生になる指導者になっていた方で、このエズラ・パウンドという方は日本の俳句の影響を受けた方で、非常に、知られておりますが、この下一番下ですね、
この最後に「フォア・エズラ・パウンド」というのが出てますが、エズラ・パウンドに捧げるという詩でもありました。なぜかと言いますと、最初エリオットは800行で書いたそうです。ところがエズラ・パウンドがご覧になって、それを433行に縮められて、編集されたそうです。で、この私が西洋英文学の方々の小児館、英文学を専門としている、あるいは英文学の作品を書かれている方々でも、この小児館、戦争ということに対してこういう考え方を持っているということが分かりました。で、100年後の今、エリオットのこの予言はまだヨーロッパでは荒れ地が続いているような、一部ですけれども、第三次世界大戦というのはありえないと思いますけれども、一部ではこのような状況がまだ続いているという、詩だそうです。さて、もう少し私の拝歴を紹介させていただければありがたいと思います。英文学の勉強をして大学を卒業して、高等学校の教壇に立って英語を教えることになりました。昭和40年です。やはり現場というのは何のために英語を勉強するかということがいろいろありまして、私は役に立つ英語がいいんじゃないかなと思いまして、実はその頃秋田に英会話教室、英会話スクールっていうのがありまして、そこに学校で英語を教えながら英会話スクールでアメリカの方から英会話を勉強して、この総理府主催の青年の船の募集が出ておりまして、障害団員として応募し、フィリピン、インドネシア、オーストラリア、ニュージーランドをその国の青年と一緒に、もちろん日本の青年たちと一緒に交流しながら、回りまして、要するに教師として役に立つ場面が欲しかったということになります。フィリピンのセブ、いや実は日本が戦争したところを回るんですね。フィリピンのセブ、日本軍が上陸したところとかね、インドネシア、それからオーストラリア、ニュージーランドで、最後はラバウルにも寄りました。サラバラバウル、ラバウルにも寄ったりしながら、日本の青年と海外の青年が2ヶ月一緒に生活しながら回るわけですけれども、その仲立ちをするような仕事でした。いよいよ俳句の世界に近づいてきます。昭和56年39歳頃だったかな、高等学校英語教育指導者講座というのが筑波の文館、国立教育会館筑波文館で開かれまして、これも、1ヶ月でしたね。1ヶ月間、日本の英語教師が生活するんですけど、毎日英語を使わなきゃいけないんですね。日本語使えなくなりまして、2人一室の合宿なんですね。
で日本語一切使われないから1ヶ月間英語だけで生活したんですけども、この時英語俳句の講座がありまして、その時最後に書いた句が筑波山伊賀栗のごと学びきり、筑波山伊賀栗のごと学びきり、ちょうど9月でしたので、着いた時は始まった時は栗が青くて伊賀栗でした。ところが1ヶ月後になりましたら栗の実が熟して、落ちてきました、実りました。まあそんな俳句でした。これが英語俳句とか日本語俳句に入ったきっかけです。そして、57年に、役に立つ英語が必要だろうということで、仲間と一緒に通訳などのボランティア活動を始めました。そして秋田県語学ボランティア協会というのを作りまして、早速ユネスコ、秋田ユネスコ協会から英会話教室の講師をしてくれということで、ユネスコの英会話教室なんかでいろいろお手伝いをしました。そしてこれも大きな私にとっては出来事でした。秋田で平成10年1998年、全国語学教育学会がありまして、その秋田支部に、秋田支部の会に朝日ハイクイストネットワークのデビッド・マクマレー先生がおいでになって英語俳句を教えていただきました。そこで筑波の英語俳句を思い出して、早速、朝日ハイクイストネットワークにトークを始めました。そしてなかなかうまくできないので、できないせいか、マクマレー・デビッド先生から朝日カルチャーセンターに入校しなさいということで通信講座を受けました。国際俳句というタイトルです。そんなことをしているうち、2009年、朝日ハイクイストネットワークの影響か分かりませんが、やはり日本は今ネット時代に入ったから、日本の俳句の方々と海外の俳句の方々が交流する場が必要じゃないかということで、国際俳句交流協会に入会して、その後3月ネットワークを立ち上げたんですが、皆さんに呼びかけしたところ、川柳短歌をなさっている方々も参加したいということで、結果的に、秋田国際俳句川柳短歌ネットワークという名称になりましたが、皆さんが、高齢化になりまして、短歌川柳の方々が、いなくなって、一本化しました。秋田国際俳句ネットワークに。そして事業なんですけど、事業としてはその当時ですね、秋田県と沿海地方、ロシアの沿海地方が、2010年ですけど、包括的友好協定を締結されまして、実は秋田県と沿海地方というのは8世紀に交流がありました。秋田渤海交流と言われています。
で、それが復活した形になりました。そして私が秋田県から派遣されました。文化交流、包括的文化交流ですので、文化、交流を促進するためにウラジオストクに行って俳句交流を行いました。で、いろんな方々を対象にして、例えば東方学校、これは保育園の子ども、幼稚園の子どもたちが入っている学校ですけど、そこで俳句を教えました。いろいろ説明しますと時間がなくなりますので省略します。で、次に極東連邦大学の日本語を勉強している方々に4クラスに俳句を英語とロシア語と英語とロシア語と日本語で紹介しました。それからウラジオストクに日本センターがございまして、そこで、招待されまして、茶道クラブの一期一会の方々と交流しまして、お茶をごちそうになりました。そして茶道と俳句というタイトルで、お話をさせていただきました。そしてこのご縁で2012年、日露俳句コンテストを開催した次第です。さらにその結果報告を総合に、交流しながら日露俳句大会もウラジオストクと秋田市で、開きました。さて2022年T.S. エリオットが荒れ地を書いて100年目です。100年目にヨーロッパの一部でロシアのウクライナ侵攻ということが起こりまして、とても残念でしたけれども、地下壕から平和を願うというタイトルで中日新聞の林、様が、この、記事を書かれました。そしてさらに中日新聞は東京新聞にも載りますので、 NHK の方々が東京新聞をご覧になって私のところに取材に来て、先ほど寺内先生からお話あった NHK の戦火の中の俳句という特集記事が出たわけです。で、この実は ETV 特集に、神戸の方が、出演されまして、びっくりしたんですけども、今日お見えになっているかどうか分かりませんけども、野崎さん、あ、野崎ね、野沢明子さんが、この ETV 特集の NHK の番組に出演されました。ちょっと時間の関係で、進みます。で、この NHK の特集を寺内先生がご覧になって今私がここにおるということです。さて私もこのウラジオストックでロシアと交流したわけですけれども、このウクライナ侵攻に非常に悲しい思いをしまして、このワールド俳句シリーズというのをお題を地球として、地球市民として
ロシアのウクライナ侵攻をどう思うかなどなど含めて、地球の温暖化現象などなど含めて、こういうワールド俳句シリーズを展開中です。さて、時間、あとは要点だけ簡単にいきます。翻訳についてですが、つまり日本語の俳句と英語の三業種を今翻訳を通じて比較しながら、その違いを皆さん、感じ取っていただきたいと思います。英訳1、秋田県知事賞馬場様の俳句ですが、一列でタムコのぞくや夏帽子、これは、右のような in a line looking into the lake summer hats のように、日本語は五七五で行きますが、英語は三八三になってますね。それからこれは長野県のホカリ様の俳句ですが、蒼天の利尻のし、すみません、蒼天の利尻の富士や夏木ざす、これもマウント利尻富士 and the blue skySnowing signs in summer というふうに646になるわけですね。さて、武藤昌司様の俳句は一湾に型のさざ波しじみじる、これも英語では in a bowl ripples of the lake しじみクラムミスソープ357になりますね。音節が違ってきますね。次は桜田北東石様の句です。渤海へ続く海波や遺跡群、 April waves leading to 渤海 sea the group of ruins、これも374になりますね。それから和訳に関しては、右の日本語だけ紹介します。夏の満月、湖のさざ波が岸によそる、私たちのつま先にキスをするになります。これを翻訳しますと、俳句的に申し上げますと、満月やさざ波のキス、夏の海。次はロシアのエカテリーナ・アンドレエワさんの句ですけども、大河の森の香り、孤独な蛍がさまよっている真夜中の霧の中、これを翻訳しますと、霧の中大河の森の蛍かな。次はベルギーの方の俳句です。元旦窓ガラスに霜、初花をもたらす、元旦や霜の初花窓ガラス。次はルーマニアの方の俳句です。公園のベンチでの読書、バラの花びらが進んでしおりになる、バラのそのベンチの読書花しおり。次は、クロアチアのニーナ・コバチッチさんの俳句、鳩場の黄昏、漁師の話を終わりまで聞いて波がつぶやいている、黄昏や漁師にこたう波の音。次はウクライナのウラジスラバ・シモノバさん、これは中日新聞とそれから NHK の特集番組に出られた方です。ウラジスラバ・シモノバさん、ウクライナ。砂上に書いている、波がまた私の句を運ぶ、遥か遠くに砂上の句、再び波の持ち去れる。次はカーラ・ラメッシュ、インドの方の俳句、香りのある夕暮れ、トンボの理由、飛行中の一時停止、夕暮れの香りにトンボ立ち止まる。次は翻訳あれこれ、最初異文化理解、ナイジェリアの方の俳句、9月の雨、聖なる川が氾濫、どっと聖堂に押し寄せる、長月や
川の氾濫聖堂へ、川が聖なる存在である、異文化理解にクロアチアの方の俳句、花の咲いている霧、素足のジプシーの娘が木陰で踊る、ジプシーの素足で踊る霧の花、中ジプシーの、女性の踊り方、異文化理解さん、ニュージーランドのアン・カランさんの俳句、ひなぎくの鎖、彼女の髪に数珠つなぎ、ガーデンウェディング、花嫁はひなぎくの髪、園の婚、それから異文化理解4、モーリシャス、アニタ・バジェさん、サイクロンの豪雨、サトウキビ畑が水没、農園主は腕を曲げる、サイクロン、サトウキビ畑ポッシュ蹴り、サイクロンについて、次、インドのピナさん、なんて静かな太陽、ルミが夕暮れの海で瞑想するように、夕暮れのルミの瞑想、海静か、夕暮れのルミの瞑想、波静か、中ルミ、ルミという方はイラン出身の13世紀のペルシャの瞑想詩人です。それから翻訳の難しさについて、時間過ぎたかな。もう2、3分で終わります。翻訳の難しさ1、日本語と英語の語順が違うということですね。初みくじ、微笑みほどの運を引く。First fortune sleep, drawing such a luck, smiling。翻訳の難しさに、オーナとか無常門などの用語がなかなか英語にしにくい。昨日まで語りしオーナ、無常門、The old man, yesterday's talking friend, today she passed away。次、普遍性の発見として、インドのナガスリ・ヌドルパティさんの句、国境紛争、ヒマラヤの雪は百合のようにまだ白い、ヒマラヤの雪は白百合、地は戦、自然と人間界の違い、それからクロアチアのジュージュ・ブーケリッチ・ロジッチさんの句、釣り、じっと切り株のように詐欺と渡し、魚釣り、切り株のごと詐欺と割れ、自然との共生。次、普遍性の発見さん、より多くの霜、そして太陽放射、花咲くマグノリア、木蓮に太陽放射、霜多し、植物の生命。はい、最後になります。俳句と横文字の俳句の未来ですけれども、ネット時代の俳句交流として、私どもネットワークを立ち上げて海外の皆様との交流を図っています。主なネットワークの相手、いろいろあります。それから日露俳句コンテストの結果などを出ています。3カ国70カ国それから秋田国際俳句コンテスト3カ国76カ国それからワールド俳句シリーズは3カ国53、参加者534。最後になります。静止文学を世界へということです。神戸大学の名誉博士であります山口静止様の俳論、俳句は世界に発信すべき日本の誇りとなるものであると思います。ぜひ将来、発信させていただきたいと思います。次は日本語の魅力、ちょっと、2、3分、もう1分、日本語の魅力として、5文字、5音の文字が作りやすい、2音節が1単位の原理、2音連続の伝統、例えばマスコミに、プラス助詞をつけると5文字になる、5音になる、それから漢語に2音連続の4音が多い、芸術やとか。さて、私が所属しております天意の主催者でありました有馬明人先生は、このように日本語のこの
短歌と俳句について申し上げております。八重八雲立つ出雲八重垣妻組に八重垣作るその八重垣を、これは短歌の起源であると、古事記に出てる短歌ですけれども、紀貫之が古今集で言ってます。同じ古今集の中に、同じ古事記の中に、浜津千鳥浜用は行かず磯伝う、これが有馬先生は日本の俳句の先祖でないかとおっしゃっています。次、あと30秒、俳人と俳句詩人の期待として、海外の俳句詩人の方々にも日本語で考えて、日本語を学んで、日本語で俳句を書いてほしい。それから日本の俳人の方々へは、やはり英語でも、俳句を書いて、日本の俳句の素晴らしさを将来、100年後になるか分かりませんけれども、日本語の俳句を海外の人がどん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 書くようになってほしい。つまり日本語が世界中の言語になり、そして日本の俳句を世界中の人たちが書いてほしいというのが私の念願です。長い間ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのご講演は、俳句と、翻訳をめぐるお話から始まり、さまざま今後、国際化およびネット時代における、俳句の現状と、将来にわたって非常にスケールの大きいところまでお話の方をしていただきました。例年とは違った形で大変興味深く拝聴させていただきました。御礼申し上げます。今一度フェローの方から先生への拍手の方をお願いいたします。長くなって失礼しました。大丈夫です。それでは、最後に、藤波富美子、国際文化研究課長より、閉会の辞を述べさせていただきます。よろしくお願いいたします。国際文化学研究課長の藤波でございます。本日は第34回のこの山口誠司学術振興基金公開講演会にこのように多くの方に最後までご参加いただきまして誠にありがとうございました。そして本日は蛭田先生から本当に大変興味深いお話をお聞きし非常に感銘を受けました。私は翻訳理論を専門にしておりますので、今日のご講演を大変楽しみにしておりました。今日のお話はまさしく地道なこの国際交流を俳句を通して、されてきた、その、上に立ってのお話だったかと思います。日本人も英語で、俳句を語り、そしてまた外国の方にも日本語を学んで日本語で、俳句をという、この提言非常に素晴らしいと思いますし、先生が英語から日本語に翻訳をされたものをさらに日本語に俳句の形に落とし込んだ、これ翻訳理論では言語内翻訳というふうに日本語から日本語へという翻訳もあるんですけれども、そこも見事だなと思いながら非常に面白く聞かせていただきました。私は俳句には全く造形がなく昨年のこの講演会に参加をさせていただき、山口誠司の俳句の素晴らしさを感じることができまして、俳句というのは子どもでもですね、多いお茶の俳句もございますように非常に幅が、その入り口は広い、
でも奥が深いなということを非常に実感をいたしました。で、私も去年米田先生のご本を、買ってすぐに読みまして、まあ、ただいままだ勉強中というところです。そして、今年は展示の方もございまして、展示の方は、まあ、島で句を読むということで、もう最初に挙げられていたのが、まあ、淡路島ということで、実は私淡路島に住んでおりまして、まあ、静止が3回もですね、淡路島に足を運ばれて、そして渦潮の句をたくさん読まれているということを初めて知りまして、なかなか難しい俳句ではございますけれども、まあ、そういう意味でも非常に身近なものとして感じたような次第でございます。まあ、まだまだ勉強中ということで、これから親しんでいきたいなというふうに思ってございます。まあ、いずれにしましても神戸大学のこのような、まあ、講演会、そして、展示会を通して、俳句の研究そして交流が今後も進んでいくことを願いつつ、閉会の辞とをさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日のスケジュールは以上になります。これをもちまして第34回山口静止学術振興基金公開講演会を終了させていただきます。お忘れ物なきようご確認の上お帰りください。